8月31日から9月1日にかけて放送された24時間テレビ日本テレビ系でチャリティーマラソンを完走したお笑い芸人ヤスコ26ヤスコさんへのおよそ愛のない演出から浮かび上がる24時間テレビの危険性とは写真性的な加害を想起させかねないと物議を醸した24時間テレビの何は男子の幼少期ポスター アスタリスクアスタリスクアスタリスク。愛は地球を救うのかと疑問形で始まった今年の24時間テレビ。蓋を開けてみればティーンから M3F3 層まで個人視聴率もトップ、瞬間最高視聴率も昨年を上回る25.4%を叩き出した。さらに安子さんのチャリティーマラソンでは従来の募金とは別に、マラソン児童養護施設募金。 が設立され募金額は4億円を突破したという系列局である日本海テレビ局員による着服問題をはじめ台風10号が接近中だというのに強行する日テレの姿勢には批判も多かったがスタッフ側はほっと胸をなで下ろしているのではないだろうかつい最近ではフワちゃんによる舌下事件もあり目玉企画のランナーを務める安子さんへの注目は集まっていた 台風の影響を考慮して、参加予定だった市民ランナーのイベントは中止するも、安子さんのコースは日産スタジアムを75周してから国技館に向かうという、一層過酷なものに。変わり映えのしない景色の中で走る安子さんにも、それを見せられる視聴者にも、およそ愛のない演出だと不満の声が上がっていた。マラソンに関しては、従来から批判的な声が上がっていたが、 今年も続行されることになった背景には、番組のメイン企画だからこそ安易に中止できないという事情があったのだろう。また、特に今年は絶対にやらなくてはいけないと日テレ側は考えていたに違いない。着服事件で落とした信頼回復のためには、寄付先がはっきり明示されている企画が必要だったからだ。安子さんは児童養護施設で過ごした経歴を持っているため、 寄付先の設定理理由も無理なくく説明がつく日テレとしては、どうしても安子さんに走ってもらわなくてはならなかっただろう。透けてしまう白い T シャツ、見物客からの痴漢行為、チャリティー×生放送はタレントにとってノを言いづらい場所。批判の多い企画のオファーを受けたということは、安子さんサイドにも相当の覚悟があったはず。台風だから中止します、と言われても、 きっと消化不良な部分は残ったことだろう。そもそもチャリティーという大義名分を掲げられて、断れるタレントはそうはいないのではないだろうか。下手な断り方をすれば悪評はあっという間に SNS で広まってしまう。特に安子さんのように、ブレイク間もない若手タレントにとって好感度は大事だ。前向きに頑張りますという返事しかしようのない企画である。ただ、 24時間テレビは生放送。それは良くも悪くもそのない姿を伝えてしまう。極度の疲労があったとしても、あまりに不機嫌な様子を見せれば反感を買う恐れがある。タレント側が心身ともに負担の大きい企画だからこそ、スタッフには万全の体制が求められるが、日テレ側には、始まってしまえばこっちのもの、といった慢心があったのではないだろうか。 問題視されたのは、安子さんが安心して走れる環境づくりへの気遣いのなさである。具体的には下着が透けてしまう白い T シャツを着せたことと、途中で安子さんの胸の辺りに触れた見物客がいたことだ。T シャツの色は暗い道でも目立つようにとか、応援メッセージを入れた場合に目立たせたいなどの意図があったのだとは思うが、 下着が透けてしまうことへの配慮がなかったと言われたら返す言葉はないだろう。ただでさえ汗をかく中、台風の影響で湿気もひどかった。せめてゼッケンなどの用意があればよかったのにと思うばかりである。さらに怖いのは、走行中に安子さんの体に手を伸ばしてきた男性の存在である。生放送で全国に放送されている以上。 安子さんが嫌な顔をしたり、邪ゃに振り払うわけにはいかない。だからこそ周囲のスタッフがもう少し注意しておくべきなのに、男性の手は安子さんの胸のあたりに触れてしまっている。一昨年はイグジット兼近さんが、昨年はヒロミさんが、走行中に迷惑系ユーチューバーの、突撃に遭っているが、タレントに危害を加えて注目を集めようとする人間がいてもおかしくない。 安子さんへのわいせつ行為に関して、日テレ側は、並走したガードランナーが対応いたしましたと冷たい回答で幕引きを図っているが、タレントと一般人との揉め事には巻き込まれたくないという事なかれ主義が垣間見える。感動を呼び起こすため、批判を防ぐため、かわいそう、演出はもうたくさん、T シャツにしろ痴漢騒ぎにしろ、必死で走った安子さんにしてみればそれどころじゃなかった。 気にしていないというコメントが出るかもしれない。が、すでに見ている側として気まずい、不安になるといった意見が多く見受けられる。それこそ性的なアングルで動画撮影、編集するような迷惑系 YouTuber が出てきてもおかしくない。もちろん、これが男性ランナーだったとしても同様の配慮は必要だろう。体の線が出すぎない衣装や、 観客かららに触られるる。こととののない警備体制は今後の課題として残る24時間テレビが好むけなげ、けなげに頑張る弱者としてのエッセンスをこれでもかと詰め込んだような安子さんのマラソンは、すごいという称賛より、かわいそうという同情を喚起したことだろう。そして何より、企画に対する誹謗中傷に歯止めをかける効果もあったはずだ。 あなたはこんなかわいそうな人にまで石を投げるような血も涙もない人間なのかと、そこに愛はあるのかと、おととしのランナーである兼近さんは過去に犯罪歴があり、昨年のヒロミさんはやんちゃ系のキャラ。それぞれに賛否が分かれる人だからこそ、マラソンには罪滅ぼしのようなニュアンスがあった。しかし、安子さんにはそういった後ろ暗さは全くない。 大逆風の中迎える24時間テレビにとって、これ以上に批判の盾となってくれる人選はなかったはずだ。ただ24時間テレビに向けられている批判は、そうしたかわいそうだと哀れむ目線を感動にすり替えて癒やしないかという点だと思う。チャリティーかつ生放送という二重の枷の中で、ネガティブな面を見せずに走り抜けた安子さんは素晴らしい。でも 体の痛みやストレスを我慢してまで行われるパフォーマンスを愛ともてはやすのはちょっと違うのではないだろうか。おそらく来年も24時間テレビは放送される方向だろうし、かわいそうなタレント探しはすでに始まっているかもしれない。が、地球を救う前にタレントが倒れたら本末転倒である。さまざまにテクノロジーも進化している。愛より AI の方が、 よほどテレビ局にとってもタレントにとってもありがたいものになるかもしれない。藤生猫ライター